早期警戒管制機、早期警戒管制機、早期警戒管制機とは、軍用機の一種。大型レーダーを搭載し、一定空域内の適正、遊軍の航空機などの空中目標を探知、分析し、なおかつ遊軍への航空管制や指揮を行う機種で、ある。空中警戒管制システムや、空中警戒管制機とも呼ばれる、は、AWACS と呼ばれることが多い。 航空戦において防御対象や重要地域よりいかに遠距離で適正航空機を探知するのかという命題は常に付きまとってきた。航空機の警戒、探知はレーダーを用いることが最も優位であり、レーダー水平線による探知距離の関係や地上固定レーダーの脆弱性、再配置の容易さの点などにより航空機にレーダーを搭載し警戒することが考えられた。これは 高高度にレーダーを配置することによるレーダー水平線の増大、探知距離の拡大や必要地域へ移動し、警戒を行うことができるなどの利点があった。アメリカ軍は第二次世界大戦中に TBM にレーダーを搭載し、空再レーダーによる早期警戒を行っている。1950年代には EC-121 ウォーニングスター早期警戒機が開発され、 遠距離探知が可能な大型レーダー搭載航空機が出現してきた。しかし、これらはレーダーとその取扱要因程度しか搭載できず、指揮管制要因は別所にあった。また、レーダー情報の指揮管制部署への転送が必要など非効率な部分があった。航空機の大型化や機器の電子化、自動化が進むとともに、航空機に大型レーダーを搭載し、 なおかつ指揮官制機器、要因も搭載できるようになり、1970年代に初の a w a クスとして E-3 が開発される、至った。複雑な電子機器を搭載しているため、非常に高価な機体であり、これを装備している国は少ない。また、機体内部の公開情報は少なく、機密性の高い機体でもある。平時より警戒任務についているが、初の実戦投入は、 湾岸戦争における E-3 であり、イラク軍機に対する溶撃を警戒完成し、多国籍軍の航空優勢獲得に貢献した。広範囲を遠距離まで捜索し、空中目標の正常情報をある程度得るための高分解能の大型レーダー搭載が必須である。20世紀末頃のアイサレーダー、アクティブ式のフェーズドアレイレーダーの等により、搭載の仕方も 多様化した。レーダーによる探知だけではなく、受動的な探知を目的として、イザムアンテナも装備されるようになっている。これにより、相手の電波情報から機種等を特定できるようになり、状況認識能力が向上する。E-3 などは、全部動体側面に、板状のイザムアンテナが装備されている。近年は、リンク -16 などのデータリンクによる情報の、 共有が当然のようになっており、AWACS も例外ではない。特に AWACS は空中における中継局の役目を果たすことができ、水上管や地上との遠距離のデータリンクによる情報共有を可能にするため、戦域における重要度はますます高まっている。軍用機の中でも大きな搭載容量と比較的低速で長時間の飛行が求められるため、 巡航性能の高い民間旅客機の機体をベースに、アンテナを含む多数の電子装置と操作宅、発電能力強化などの改造が行われるものが多い。空中にあって、航空作戦のようとなる早期警戒完成機は、軍事的な高価値目標であるため、長射低空対空ミサイル、アムの標的にされることが想定される。このため赤外線誘導ミサイルからの自衛用に、フレアを、 電波誘導ミサイルに対しては、電子妨害装置を装備することが不可欠となっている。敵機の接近といった事態に対しては、本機の対比とともに、遊軍戦闘機による迎撃によって対処される。各国空軍が配備、開発している、長射程アムには、太衛ワックスミサイルと目されるものもある。ロシア航空宇宙軍の R-37、中国人民解放軍空軍の PL-15、推定射程距離 300km などである。高速発揮が可能で俊敏な戦闘機に比べ、a w a クスは回避軌道によりアムから逃れることが難しい。日本では4機を購入した E-767 が1機で500億円以上になったように、高性能な電子装置を装備しているため、軍用機の中では非常に高価な部類である。 しかも一機では数時間しか任務空域に止まれず、大規模な構成の航空作戦や防衛任務では数機以上保有していないと空白一機や空白時間が生じてしまう。しかし必要な機数を揃えることができるほど軍事予算に余裕のある国は少なく、一部の先進国では完全な能力を有した A ワックス、より廉価な A&C 機の購入を検討する。 傾向がある。例えば737から700シ &C は一機で4億9、零零零零零ドルの価格なので比較的安い。早期警戒管制機、AWACS に似た軍用航空機に早期警戒機と呼ばれる機種がある。この航空機は AWACS 機と同様に全周方向を捜索できるレーダーを備えるが、AWACS 機のような管制機能はかなり限定されており、 基本的に捉えたレーダー情報を地上や海上、または他の航空機などの味方に通報する機能を持つものである。名称のように早期警戒に特化した空飛ぶレーダーサイトである。AWACS 機は完成システムとその操作員や判断を下す士官が機上で必要なために AWACS 機の方が大型となるが駅の機上で限定的ながら 完成を行うことは不可能ではなく、そういった場合には、両者の違いは曖昧となる。また、絵が不在もしくは未配備の場合に、レーダー探知距離の長い戦闘機がその役割を代替することもある。主に金銭的な面で、早期警戒機を所持できない小国が行うが、悲劇追の危険性が大きい場合もしくは作戦上の都合などの理由から大国でも行われることがある。 特に海 -14 にてアメリカがアフガニスタン紛争で実施した例とイランがイラン・イラク戦争で実施した例が有名である。これに該当する戦闘機としてはミグマイナス -31、海 -14、SU-30 マイナス、SU-34 マイナスなどがある。日本語では早期警戒完成機や 空中早期警戒完成機と AWACS 機の日本語訳と同じ名称で呼ばれることもある A&C 機は駅に式完成能力を与えたものと言える AWACS と A&C の間に明確な境界はないが例えばボーイング車では E-3 及び E-767 について AWACS 737から 700A&C については A&C と区別して用いている 一般的には、A ワックス機の方が、A、A&C 機より、処理能力が高く、A、A&C 機は、A ワックス機より、比較的小型の機体であり、これまでに、A、A&C として扱われた機体の墓器には、ボーイング737など、中小型機が用いられている。機体の大きさは、完成能力の際につながっており、A ワックス機である E-767 や E-3B、 C には16から17名分の捜査員、戦術式士官が登場するが、737A、&C では捜査員席が10席である。早期警戒管制機、AWACS は空中目標の探知と完成を行うが、アメリカ空軍では、装甲車両のような地上目標に対して、レーダーで探知を行い、遊軍を誘導する E-8J、STARS、e、 ジョインツアーフィスターゲット、アタックレーダーシステム、ジョイントスターズという軍用航空機も存在する。同様の機種には、イギリス空軍のやブラジル空軍のがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。